おはよう、アフィラちゃん。今日の天気は晴れ、気持ちいいです。空気は冷たいけど日差しは暖かい感じでございますね。はい、そんなわけで今日は午前中のうちちょっとねお仕事ありまして、午後からは特にないけれどもちょっとやらなきゃいけないこと溜まっておりますので、順番にねやっていきたいと思っておりますよ。まずは白湯舐めます。なんかお湯ですね、もう湯気が出てます。舐めます。今日の朝ごはんです。今日はちゃちゃっとご飯、パンの上にオリーブオイルと粉チーズと胡椒を乗っけて焼いたやつ、あとはプルーンで食べます。今日はキャンドル撮影だよ。ちょっとやっぱりつけとくか、素敵、綺麗だよ。こんなのも撮ってるよ。ビー玉のキャンドルもあるよ。すごい綺麗。エリコロの動画、今1時、今2時前くらいです。じゃあ今日はねお家の方でいろいろ撮影ありましたけれども、無事に終わりまして、これからですねちょっと外にねいろいろ仕事しに行くついでにご飯も外で食べることにしましたので出かけたいと思います。行ってきます。今日は千歳市にあるホクホク亭でねお昼食べようと思ってるんですけど、なんかね、もう2時過ぎてるのに待ってる、結構人。ちょっと行ってみます。今日はこちらの平日限定ランチにしました。一応ねこんな時間までやってくれてますよ、でいてちょっとどうしてもね茶碗蒸し食べたかったのでこれにしました。今日のお昼ご飯です。今日は彩り午前にしました。ちっちゃいのもついてていいですね。茶碗寿司もついてます。食べます。ごちそうさまでした。美味しかった。お腹いっぱい、ちょっと食べ過ぎちゃった。じゃあとりあえず次の用事に向かいたいと思います。コーヒーついてました。千歳の隣恵庭市のユニクロ行きました。ちょっと行きます。ハードオフも行きます。フードディーも寄ります。帰り道白鳥がいっぱい畑にいますね。ちょっと待ってね。あらー、シベリアから帰ってきたね。おかえり。じゃあまたうとないこで会おうね。バイバイ。エリコロの動画、アフィラちゃん帰ってきましたよ。じゃあシェスタ行きます。今日はここに手があるよ。気持ち悪いよ。骨出てるよ。気持ち悪い。いつもになくこの人も怖いよ。シエスタハロウィン仕様で萩村さんもいるよ。お疲れ様。来ましたよ。寒い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 です。そしてかぼちゃかわいいです。中入ります。今日の夜ご飯です。今日は焼き鮭、高野豆腐の煮物、これはスーパーで買ってきたメンマ、そしておつや昨日の残り白菜とかぶと水菜のおつゆ、ご飯は栗のご飯で食べます。おはよう、アミラちゃん。今日の天気は曇りでございますね。なんかすっごい寒いです。はい、そんな朝でございますけれども、今日は午前中のうちアロマララ君にねお客様がご予約いただいておりますので、お出迎えの準備をして、午後からはお出かけとかの予定はないんですけど、私ねなんかすっごいやらなきゃいけないこといっぱい思い出しましてっていうか、もともとあったんですけども、やんなきゃいけないのがあるので順番にやっていこうと思っておりますよ。まずはさよ食べます。今日の朝ごはんです。今日はなんか美味しそうなソーセージみたいなハム、目玉焼き、舞茸焼いたいやつ、トマト、パン、ヨーグルトの上にジャムのっけで食べます。
今日はみつるさんが来てくれました。ありがとうございました。よかったです。ありがとうございます。今日来てくれたみつるさんにねこれもらいました。お家にね咲いてたんですって、たくさん。これね菊らしくって、そうこれの写真をねまやさんに置いてなんてやつか聞いたらね、なんかねスプレーマムって言ってました。すごいかわいいね。でこのね花の部分だけピピって取ってジップロックに入れて冷蔵庫に入れといて取っとくと、多分ねこれ水蒸気蒸留器で使えると思うので、匂いも結構いい匂いしますしね、ちょっとやってみようかなって思っておりますよ。ちょっと飾ろうかな、でも可愛いからね。ありがとうございます。今日のお昼ご飯です。今日は鶏肉とナスのっけのそばで食べます。エリコロの動画。今日の夜ご飯です。今日はタラのムニエル、キュウリの塩昆布とごま和え、そしてメンマ、昨日の残り、高野豆腐も残り、そして栗ご飯も昨日の残りで食べます。おはよう、アビラちゃん。今日の天気雨でございます。ちょっと風も強くて久々にちょっと嵐な感じの天気でございますけれども、実はこんな天気になっちゃいましたけれども、今日はですねなんと私ですね、安平町の、農協の女性部のなんかね、なんか特別枠みたいなやつかな、出資者みたいな感じでちょっとねその女性部の方に仲間入りをですね先日させていただきまして、で今日はその女性部でバスツアーの日なんです。それでですね今日ね小樽に行くんですけれども、あいにくの雨ですね。でもね何が楽しいって道中が楽しいからね、それはそれで楽しんでいきたいと思いますよ。じゃあまずは白湯飲みます。集合場所着いたよ。もう家出ちゃった、ギリギリだったからあれだったけど、じゃあこのバスで行きます。出発進行。あいにくの雨ですけども、これからバスを降りていろいろ巡りたいと思いますよ。楽しみでございます。今日はまずこちらのニトリ美術館でね、いろいろ見るっていうみたいなんですけど、なんかね開いてないみたいなの、どうしたんだろうね。今日はこちらのニトリ美術館はね休館日だったの。でもなぜかというとバスがね、バスの都合でお日にちが変わりましたのでしょうがないです。なのでこれからベネチア美術館に向かうことにしますよ。行きます。ちょっと香り工房とやらを見つけました。ちょっと行ってみます。かわいい骸骨。あ、ハロウィンの時期だから骸骨と撮ってるんや。発見しました。エリコロの動画。いろいろ観光した後はこちらのホテルノルドっていうとこでね
みんなでランチをいただきますよ。なんかね、バイキングって言ってました。すごい楽しみです。行きます。わあ、すごいです。私は持ってきましたよ。美味しそうだね。食べます。エリコロの動画、ごちそうさまでした。じゃあ今度はね、自由散策していい時間になりましたので、なんかいろいろ見に行きたいと思いますよ。実はね、なんか美術館は行かないで、あのね、閉まってたから行かないで、もう散策してたんですけど、他にも小樽は見るとこあるからね。記念撮影をしますよ。みんな、小樽楽しんでるか。イエーイ言わせちゃった。今しかも録画ボタン押してなかった。しかもアップ撮れてたのに、アップ10分。うんこあ、なんか見てるよ。あ、なにこれ、おしゃれ。わかんない、なんだろう。タイムズガーデン、ガーデン、カーテン、ガーテン、カーテン、ここからの目的地のルタオに着きましたよ。よし、ちょっと行きますよ。なんか新しいお店ができてました。シルビーっていうみたい。ちょっと行ってみますよ。静子さんとまやさん、いっぱい買ったよ。いっぱい買ったよ。そしてあっちはすの構えつきました。ここでね、バスが待ってるから来ました。私も結構お買い物しちゃいました。じゃあ玉入れを、あと自分のお土産買って帰りますとしますか。行きます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかった。帰ってきましたよ。すごい、こっちの方が天気悪い。すごい、雨楽しかった。でもじゃあ中入ります。エリコロの動画、今5時、55分です。実は風すごい。ちょっと待って。すごい風と嵐だった。今日はですね、水曜日でした。今日カラバラバーの日でしたね。危なく忘れるとこでしたけれども、思い出してよかったっていうか、旦那さんに言われてね、今日からでも行かないのって言われて、思い出してね、急いで用意しました。じゃあ行ってきます。追い分け地域交流センター、ついった。すごい天気だ。よし、行きます。よいしょよいしょ。ギリギリかな。すごかった。すごかったよね。びっくりした。しかも今日も
っとここら辺でほら東の腰痛でも、ね、でもデパートだねデパートだねいろんないろいろ出てきますねでも今日やったなんかメニューのおかげで最初と最後では足の裏をか地面をつかむ感覚が本当に変わっております。素晴らしい。びっくり仰天です。そして私は使えてなかった筋肉と脳をつなぎましたので。つなぎましたので。これで使えるようになる。なったと。そんな楽しい体バーでございます。で、11月からは、フィットネスサークル2個のシステムちょいピッとだけ変わりましたけれどもなんかどなたでも参加しやすくなりましたので好きな時に1回だけとかね単発レッスンもエネルギーを生かしたのでもうみんなで健康になりたいなと私も森潤さんも一番多い先生が思ってますそんなわけで今日も私たちは元気でありがとうございました買ってきましたよすごいねダッシュで中入りますおはようアフィラちゃん今日の天気は昨日の大荒れとはって変わって天気良くなりましたでもすごいねちょっと映んないけどこの動画じゃ雪虫結構飛んでますねあそこにもいるしねあらすごいですねまもうだいたい雪虫飛んで2週間くらいで初雪降るとかってよく言われるんですけれどもね間もなくって感じですかねはいそんな感じで今日はねちょっといろいろ用事を足したりやんなきゃいけなかったことやったりとかってちょっとバタバタしそうな感じではございますけれども順番にやっていこうと思いますよまずはさや飲みます今日の朝ごはんです今日はちゃちゃっとご飯一応ですねご飯の上に韓国のりと黄身を乗せたやつそして白身はチンで食べますちょっとですね今役場に行ったりとかしてあとね無償に体験シエスタ最近っていうかここ2日くらいシエスタ行ってなくてなんかすっごいコーヒー飲みたくなっちゃったからちょっとね気分転換も兼ねて歩いてね行ってこようと思いますよなんかうちのほらもみじカエデかなこれねこれも綺麗になってきた秋だじゃあ行きます今日はお天気良くて気持ちしかもそんなに寒くないでね昨日すごい大雨だったから水増えてますねアビラ川こっちはわこっちすごいねわアビラ川増水中はいそんな感じでぬくもりセンターですねアビラ町の追い分けの役場着いたじゃあちょっと行ってきますよし、用事終わりましたじゃあこれからシエスタまで運動がてら歩いて行っていきたいと思いますシエスタ着いた今日はちょっとねポカポカっと天気はあんま良くないけどあったかいから結構汗かいちゃいましたコート着てきちゃったしよしじゃあコーヒー飲みますよ中入ってね行きますあちょっと待ってその前になんとシエスタの横にじゃじゃーんこれなんて言うんだっけエアストかエアストがなんかできてるよいつの間に来ない間にこんなかっこいいのができましたよすごいねうわーかっこいいよしじゃあまず中入りますホットコーヒーインパクトブレンド今日はちょっと苦めです飲みますエリコロの動画今日急遽ですね千歳市のびっくりドンキーでお昼ご飯食べることになりました気分的に行きますまずはセットの太陽のオレンジジュース飲みます今日のお昼ご飯です今日は彩りセットにしました 100g のハンバーグ SS サイズご飯少なめあ
とは彩りサラダがついていて、大きいお味噌汁もついております。食べます。ごちそうさまでした。久しぶりのびっくりドンキーだったから美味しかった。しかも彩りが久しぶりだった。鼻工事してるじゃあ帰ります。 DCM ホーマック寄ります。帰ってきましたよ。なんかね、すっごい夕日がギラギラだから影が長い。よし、中入ります。今日の夜ご飯です。今日はトンテキ、あとはもやしとピーマン炒めたやつ、きゅうりの和え物、それと白いご飯で食べます。おはよう、アビラちゃん。今日は天気がとってもいい、気持ちいい朝でございますね。もういい天気だ。はい、そんなわけでございまして、今日はですね、午前中はボタニクレアのメンバーまやさんの花のですね、お花のアレンジメントのワークショップでございます。で、その後ちょうどね、あのメンバーみんな揃うので午後からミーティングをしまして、で、私は夕方拳の湯で出張サロンでございます。今日もね、ちょっとバタバタしそうですけれども、順番にやっていこうと思っておりますよ。まずは白湯飲みます。今10時50分くらいです。実はね、もう10時20分くらいにね、お家出ようって思ってたんですよ。もう用意もできてて、そしたらね、私ちょっとエアポッツってイヤホンなんですけど、見当たらないのに気づいちゃって、で今日ね、ちょっと動画撮ってそのままこの場で編集しようと思ったんですよね。だからちょっと持ってきたいと思ったのになくて、それで昨日いろんなところに行ったからどっかに置いてきちゃったのかなと思って、めっちゃ慌てて探して、それで結局ね、電話かけまくったりしてね、結局ねいつも入れてる箱の中にあったのやだ、もう。なのでちょっと今からね、講座の方に向かおうと思うんですけどね、今日ね、車旦那さん使ってるからね、講座の場所まではね、歩いて行くことにしてます。結構ね、近いので行ってきますよ。行ってきます。よし、最近よく登場するアビラガラでございます。なんかだいぶ水減ったっぽい。そして久しぶりにこの歩道橋を渡って線路の向こうに行きますよ。行きます。こちらは追分駅です。最寄りのね、駅ですけど、今日はね、特急と一両列車が一緒に着いたよ。かわいいね。よし、そんなことやってる場合じゃない、行くぞ。歩道橋を渡ったら鹿公園でございますよ。そしてね、こっちに会場が今日ね、ありますよ。頑張る、もうちょっと急いで行かなきゃ。よし、行くぞ。もうね、すぐその辺なんですけど、思ったよりも急いでるから遠く感じる。よいしょ、急げ急げ。よし、もうちょっとで着きます。あ、若い感ついた。よし、行きます。Try to win.
という間に片付けも終わりまして、無事にワークショップが終わりました。そして今メンバー一緒にお昼ご飯を食べているところでございますよ。まやさんお疲れ様でした。まさみちゃん楽しかったね。なおこさんも素敵にできてたね。はい、そんな感じでシエスタのカレーをテイクアウトしてきたので、まやさんとなおこさんはハンバーグ、ゆかさんは後で来るのでみんなで食べます。いただいてます。オリジナル出してきた。帰ってきましたよ。いや楽しかったですね。そしてですね、私の作ったかぼちゃもいったんもね入れてありますよ。かわいいね、できたよ。あーかぼちゃかわいい。はい、じゃあちょっとこれからね拳の湯でございますので、中入って準備します。はい、じゃあね急いで準備できました。エプロンもしました。荷物は旦那さんが積んどいてくれました。じゃあ一旦シエスタでコーヒーを飲みに、お持ち帰りで行きます。あ、行っちゃった。ちょっと待って、行きます。シエスタ着いた。じゃあちょっとねコーヒー飲みに行きます。行きますとか持ち帰りをします。じゃん、シエスタではこちらクリスマスのオードブルを受付中でございます。今回はノーザンブリューっていうね、たまに肉の日の肉祭りの時に、あ、たまにとか毎回ね、あの時に豚肉担当で出店しているクラフトビール屋さんで一緒にね、今回コラボでねこうやってオードブル用意してくれてます。でって感じですね。これ見て、予約方法ここからとかねいっぱいありますけれどもね、なんかちょっとねちょっとあれです、インスタグラムのリンクも貼っとくので見てみてください。お得なこんなセットなんかもあります。もうそんな時期か。わすごいね、ケーキも美味しそう。かずえちゃんの作ったケーキ、いやすごい、これめっちゃ美味しそうです。うわー、お待ちしております。コーヒー、テイクアウト。じゃあ拳の湯行きます。拳の湯、着いた。こんな高台の景色のいいところでございます。じゃあ荷物運びます。はい、ということで、いきなりですけどもちょっと今日のね営業は終了しました。それで今日ね3名様お客様来ていただきましてですね、それであのちょっとね私最初にね動画撮るのとかも全然時間なかったんですけれども、今日はね実は今片付けの途中だったんですけど、明日は26日でねお風呂の日なんです。それで14時から18時くらいまでね、あのまたこちらの
拳の湯の方で出張サロンでございますのでですね、今日はねこのままちょっともうちょっと綺麗にね片付けたりして、これこういうのは持って帰りますけども、それでね全部片付けなくて帰っていい日だったので、ちょっと今順番にね整えて帰りたいと思いますよ。まずはじゃあちょっとねお片付けします。よし、じゃあ片付けたのでこれだけ持って帰りたいと思います。帰ってきましたよ。なんと外今3度でございます。かもなんかね霧がすごいかかってて危なかった。あ、やばい、中入ります。旦那さんが作っといてくれたおにぎりと昨日の残りのポークトンテキの残りを今から食べます。おはよう、アビラちゃん。今日の天気、眩しい晴れでございます。すっごい青空でございますね。なんかでも、ちょっとシャキッと涼しいというか、寒い感じがしております。そんなわけで、今日結構忙しいですよ。午前中のうちに2名様アロマララックにご予約いただいてるのでお越しいただき、その後すぐにですね、拳の湯の風呂の日の出張サロンありますので準備して出かけるって感じでございます。じゃあまずは、白湯飲みます。今日の朝ごはんです。今日は、目玉焼き、ベーコン、ピーマン焼いたやつ、トマト、もずくスープと白いご飯で食べます。はい、それではですね、準備できましたっていうね動画を撮る余裕が今日はありますよ。はい、こんな感じでね準備します。今日ヘッドが2名様ね、一緒にね2人で来られるということだったので準備してましたね。で、ナナさんのねキャンドルも素敵ですね。で、ここにいつももう一つね棚があるんですけど、全部ねぬくもりじゃなかった、拳の湯にね置いてきちゃってるんです。結構いろんなもの置いてきちゃってたでもなんとかできそうなので、じゃあこのままお客様のお越しをお待ちしております。はい、ということで2名様ヘッドが終わりまして、そしてもうですね拳の湯の準備もしてもう出かけちゃいますよ。行きます。今日のお昼ご飯です。今日は旦那さんがちょっとどっかで買ってきてくれたこのパンを食べながら向かいながら食べます。拳の湯着いた。じゃあ今日ね荷物を運ばなくていいから1回で行けるから楽ですね。行きます。かれこれもう3時間前に用意ができまして、お客様にも来ていただき、今休憩でございますよ。じゃん、ルリコさんからもらったチョコレートハロウィンバージョン食べます。今日の香りはベルガモットとローズマリーシネオールでございました。そしてこちらがですね、かわいいでしょ、キャンドルミレでございますけれども、このねショップカードございます。ご機嫌なキャンドル屋さんって感じですね。これはアンリュージナナさんのこれから始まるキャンドル事業のショップカードでございます。かわいいね、みんなよろしくお願いします。ちなみにねこのカオちゃんはね、お顔はねナナさんがね描いて、その外側はね、まあ、私が描いたっていうか、ナナさんがこういうのっていうのをね参考にピュピュピュってちょっと起こした、絵に起こしたって感じですけれども、私描きました。ナナさんとの共同制作でございます。かわいい、よろしくお願いします。また動画撮るの忘れてましたけど、今ですね8時半くらいです。で、ずっとねお客さん入ってて、とってもありがたいお話ですね。今回ね新記録ですよ。4人今日はお客さん来てくれました。すべて新規のお客様でございました。今ねもうちょっともう1ターン行くからね、これ下ろしてこれ持ってって運ぶんですけど、あー疲れた。朝もねアロムラダックの自宅サロンの方にもお客様来てましたからね。ああ、本当に
体力的に今日は結構燃えてる。しかもね、拳の湯がね、めっちゃ今日は混んでます。もうずっと来た時からずっとね、お客さん来てますね。やっぱ風呂の日の威力はすごいんですね。先月の風呂の日はそんなんでもなかったんですけどね、今日土曜日だから重なったから余計なのかなね。そんなわけなので、あとはもうね、一つ運んだら帰れるので、運んでお家に帰ります。エリコロの動画帰ってきましたよ。もうね、すっごい今日もめちゃめちゃ寒いです。もう荷物はほとんど運んで、あとちょっと寒い中入ります。今日の夜ご飯です。今日は旦那さんが作ってくれました白菜と豚肉のうどんを食べます。おはよう、アフィラちゃん。今日の天気は曇りでございますが、無風でございますね。はい、そんなわけで今日はシエスタの出張サロンで、お客様ご予約いただいておりまして、それでね、とりあえずちょっとね、今から急いで用意しないといけない時間になってしまっておりますので、大好きなので用意します。はい、じゃあ準備できたので、ね、荷物運んでシエスタ向かいます。シエスタ着いた。じゃ中入って準備します。はい、実はこれは準備中ではなくお片付け中でございます。今日もね、先生の方でヘッドマッサージを受けていただきました。それでね、なんとね、去年のパンバスのイベントの時に、私のね、イベント出店してた時のお客様がね、来てくれて、それで施術をね、受けてくださいました。嬉しかった、楽しかったしね、いろいろお話できたりして。そう、そしてね、私のこちらのシエスタでの出張サロンなんですけど、ご予約いただいてから、それからですね、日にちとかお時間を決めて、それで料金が3300円で30分のトリートメントと、なんとね、こちらのシエスタのドリンクメニューの中から、もうこんなフラッペとかでもあり、アフォワードとかもあり、何でもありなんですけれども、この中からね、お好きなドリンク一つつけて3300円ということでやらせていただいておりますので、気になる方はぜひお問い合わせいただければと思います。じゃあ片付けて帰ります。じゃん、かわいいワンちゃん。これはカズエちゃんのシエスタで売っている焼き菓子の新作でございます。ワンちゃんです。一応ね、顔が黒いワンちゃんもいましたよ。かわいいね。これとエンゼルフレンドで飲みます。食べます。帰ってきましたよ。あれ、なんかね、雨が降ってる音は聞こえるんだけど、雨が当たるわけでもない。いいか、まあ、まずは中入ります。今日のお昼ご飯です。今日は小樽で買ってきたかまぼこ、おそらく賞味期限は切れてるかもだけど大丈夫。それと作り置きトンテキとトマト、おつゆはカブ、玉ねぎ、人参、白いご飯で食べます。エリコロの動画、今5時です。なんかね、ちょっと卵なくて、卵買いに来たらね、なんかすごい激混みなの。こんな時あるんですね。よし、じゃあ行きます。帰ってきました。なんかすごい暗くな、早いですね、本当にね。はい、じゃあ中入ります。